ヴァンフォーレ甲府対 SC 相模原は2対0でヴァンフォーレ甲府がリードしています。西元金沢対ブラブリッツ秋田は1対1の同点。ジュビロ磐田対大宮アルディージャは1対1の同点。愛媛 FC 対松本山雅 FC は2対0で愛媛 FC がリードしています。ヒロマツ北九州対レノファ山口 FC は0対0の同点です。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物のないよう、また県民の皆様のご迷惑にならないようご協力をお願いいたします。次回の東京ヴェルディホームゲームは5月2日日曜日午後3時キックオフ、大宮アルディージャ戦です。会場は味の素スタジアム。キックオフの4時間前からファミリーカーをオープンし、子供たちが遊べるアトラクションブースやステージショーなどさまざまなイベントを実施予定です。ぜひお越しいただき、選手の熱いサポートをよろしくお願いします。